AF 説ですね。あのアナルフォークに分かってるよ。で、ちょっとAF宣言出ました。血芸確定じゃん。また血だ、もう今日血芸確定だ。意味が分かんない。どういうの、全然意味分かんない。大事にしてなかったとかじゃないんだよね。じゃない、すごい可愛がってたし、長い間買ったんだけど、あ、死んじゃったな。何、そろそろ俺、やばいんじゃないかなよく分かった気がした。いや、しかも今のしかも逆効果だったぞ。でも今結構笑ったよね。結構笑ったけど、やばいんじゃないかなと思ってるよ。マジ怖かった。ちなみに余裕があったよ、だいぶ。そんな頑張ってたらさ、生きていけないって。2時間も死んでるよ。お前のケツ穴大事にしろよ。ケツ穴確定で笑うとも限らんからね。トシミさんが満喫確定なっていうの。満喫確定、トシミさん満喫大好きだな。実は俺そのあの撮影以外であんま行ってない。行ってる行ってる行ってる。飲んだら飲んだら満喫確定だよ。でもなんかオーブの火力足りんかったのかなみたいな。バターロールみたいな。この匂いしないかもしれない。そんなことないでしょ。ああ小麦。本当だね、バターの匂いしないね。これ。もうちょっとこの胸とかくしゃくしゃになってる。本当だ。ケツ穴みたいな。はい、ということで以上3つ、鉄芝、そしてお店のやつが出揃いました。はい、3人の意見が共通だったらまあそれでいいんですけど、もしバラバラだったらまあ話し合っていただいて順位を決めていただきましょうかね。まずは順位3位から聞いていただきましょうかね。はい、はい、まあ3位は、ね、ケツ穴バターロールです。はい、ケツ穴バターロールっていう名前のクロワッサンがあったんですか。3番のやつですよね。はい、はい、まあ、これが即答できますね。うん、じゃあ亮さんに1位のクロワッサンの番号を言っていただきましょう。本当好みですからね。お店の人も怒らないでほしいし、哲也もそんな悲しまないでほしい。違う、まだ誰がどれが誰かまだ何も発表しないから。血穴確定です。あれはやばいよ。2、えぐい。2はやばい。あれ技術力高いんだ。あれやばい。血穴バトロール。血穴バトロールって言うな。何番だよ。